はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はちょっと面白いね、自己開発といいますか、自己探求というところね、話をしていこうというふうに思います。ソクラテス式問答ということで、7つの質問を自分に投げかけることで、思考力をより深いものにしていったりとか、それから発想力っていうのを磨いていきましょうという、そういうものになります。なので、なかなかね、新しいアイデアを生み出すのが難しかったりとか、一つの物事を深く考えることが、ちょっと苦手だなっていう方に関しては、今日のソクラテス式問答っていうのをやってみることで、ある種セルフコーチングみたいな形になりますんで、そのあたりの訓練のきっかけとしてやってもらえたらいいかなというふうに思います。ということで7つの質問ということなんですが、大きくはね、こんな感じですね。明確化の質問、初期設定の質問、仮定の質問、証拠の質問、期限の質問、影響結果の質問、視点の質問ということで、具体的にどんな質問を自分に投げかけるのかっていうのをこれから紹介をしていきますので、必要な方はね、メモを取ってもらったりとか、自分はこの質問があったらより深い考え方ができるようになるなって思ったものがあれば、それをね、覚えておいてもらえたらいいかなというふうに思います。で、そもそもソクラテス式問答って一体何なのっていう話なんですけど、ギリシャ哲学者がね、考案した問題解決のテクニックですね。哲学者の人にソクラテスっていう人がいたんですが、その人自体が考えたっていうわけでないので、そこは注意してください。で、良い質問を使うほどいいアイデアが生まれますっていう、そういった発想のもと来ているものになるんですね。で、ロジカルな問題解決の方法として、進めることができていると。だからどうしてもちょっとね、勢いだけとかで物事を考えがちな人なんかっていうのは、物事をね、きちんとロジカルシンキングで考えられるようになるために、こういったソクラテス式問答っていうのをやってもらうといいかなということです。なので、今回は物事をもっとより深く考えたいとか、問題解決力の瞬発力を上げたいとか、それからメンタル面を改善したいとかっていった希望がある方にとっては、この問答っていうのはかなり効くんじゃないかなというふうに思ったりします。で、具体的にどんな質問を投げかければいいのっていうことで、7つの質問を見ていきましょう。では、まず1つ目ですね。明確化の質問ということで、こんな感じですね。〇〇とはどういう意味ですか？別の方法で説明するとどうなりますか？一つのね、答えがあるときに、それを別で説明するとどんな風な回答になりますかねとか、そういう感じですね。それから、3つ目に、ちょっと待ってくださいね。メインの問題は何だと思いますか？そして4つ目に、何か具体的な例を挙げることはできますか？そして最後、そのポイントをさらに広げることはできますか？っていうものですね。このあたりがより明確だから、基本的に人間ってちょっと抽象的に物事を考える癖っていうのがあるんですけど、それをよりこのパターンだったらどう、あのパターンだったらどう、こういうふうに考えてみたらどうっていうふうにより具体化していくっていうものですね。これが明確化の質問です。そして初期設定の質問です。初期設定の質問っていうのは、よくその人間がいろんなことを考え始めてた時に、結局これって何のために答えを出そうとしたんだっけとか、これって何を目的とした質問なんだったっけ、問題なんだったっけっていうふうに、結構目的とか目標を見失ってしまうケースが多かったりするんですね。だ、それを原点回帰、リセットするために投げかける質問になります。一つ目が、この問題はなぜ重要なんでしょうか。で、二つ目に、この問題を解決するのは簡単ですか、難しいですか、シンプルなの、それとも複雑に考えた方がいいの。それから3つ目、なぜそのように思ったんですか、あなた個人はそもそもどう思ってるんですかっていう深掘りっていうところですね。それから、4つ目に、この問題の前提は何でしょうと、そもそも立ち返ってみたときに、あなたのスタートラインはどこっていうことですね。で、5つ目に、この問題は何か他の重要な問題と関係がありますかっていうことですね。これが初期設定の質問です。続いて3つ目、仮定の質問ですね。もしこうだったらどう考えるっていう、別の条件を持ってくるみたいなイメージですね。はい。1つ目が、〇〇で仮定されていることは何でしょう。2つ目に、今の答えの代わりにどんなことを仮定できますか、あるいは別の答えって持ってくることできますかっていう、そんな感じですね。それから3つ目に、あなたは〇〇を前提にしていますが、合ってますか。なかなか結構ね、これ言われたら、この答えって突き進んでいいのだろうかみたいな、ちょっとね、不安に思ったりとかするかもしれないですね。その不安を正確な答えに導いていくという、そんな使い方ですね。それから、あなたは他の人の意見を正しく理解できてますか。要は、独りよがりの答えになって、他の人たちの正解や答えっていうのをないがしろにしてませんかっていうことですね。続いて4つ目の質問は、証拠の質問ですね。よくあるのが、それって
なんか根拠あるんですかってひろゆきさんとかがね言ったりしますけど、実例って何がありますか。それから2つ目に、〇〇を事実だと考えた理由っていうのは一体何でしょうか。それから3つ目に、他に必要な情報はありませんか。で、それから〇〇の理由を教えてくれませんか。で、どのような理屈でこの結論に至ったのですか。で、証拠が本当かどうかを疑う理由はありますか。もしくはそれが本当かどうかっていう証拠はありますかみたいな感じですね。で、最後に、その信念を持つに至った理由は何ですかと、いうところですね。まあ、結構鋭い質問になってきますよね。そして続いて5つ目、起源の質問と、それはあなたの考えですかと、それともどこかで聞いたものですかっていう、ね、それがまっさらなものなのか、まあ、ちょっと他からおこぼれ頂戴したものなのかっていうところですね。いつもそのような考えが浮かびますか。これなんかちょっとね、うつ病に関する質問とかに似てるかもしれないですね。それから3つ目に、あなたの意見は他の人や他のことに左右されたものですか。要はあなたが私はこう考えるっていう風に貫いた結果、その出した答えなのか、それとも他の人にこう言われてこう言われていろいろと試行錯誤を繰り返した結果出したアイデアなのか、どっちっていうことですね。それから4つ目に、どこでそのアイデアを思いついたんですかと、まあ、これ上の質問とちょっと被ってるかもしれないですね。それからそのように感じた原因は何ですかと、楽しい、悲しい、嬉しい、やってみようとやる気湧いた、それともやる気なくした、それは何でなのっていうところですね。続いて6つ目は影響結果の質問ということで、〇〇でどんな効果があると思いますかと、まあ、要は例えばサプリメントを飲んだ時にどのくらいの効果があると思いますかとかですね。それから〇〇が起こる確率はどのくらいでしょうかと、例えば宝くじが当たる確率とか、あなたが交通事故に遭う確率とかどのくらいでしょうかってことですね。要はいろんなことを考えてこうやろうああやろうと決めた時に、それが実現できる可能性、失敗できる可能性はどのくらいっていうことを掘り下げていく、そんな質問ですね。だから3つ目に、〇〇の代わりになるものありますかと。だからもっとシンプルに物事を考えられるとか、もっとシンプルに行動できるのに、なんか一つのやり方に固執してしまってませんか、なんかって時は代わりにできるものはないかっていうのをここで聞くって感じですね。それから4つ目に、〇〇にはどんな意味がありますか。そして5つ目に、もし〇〇が起こった場合、他にどんなことが起きるでしょうですね。はい、じゃあラスト7つ目、視点の問題、視点の質問ということで、他のグループの人たちはこの問題にどう反応すると思いますか。要はあなたはこう見てるけど、 A さんや B さん、もしくは C という集団の人たちから見たときに同じ問題をどう捉えますか、どう答えを出すと思いますかっていうことですね。それから〇〇さんの反論に対してあなたならどう答えますか。3つ目に、〇〇を信じている人はあなたの意見についてどう思うでしょうかって、あなたはこう言ってるけど、こういうああいう意見を信じている人の、まあ、考えをひっくり返すこととかできますか、あるいはそのエビデンスってありますかみたいな感じですね。なんで今なまったんですかね。それから4つ目に、何か代わりの意見ありますか。そしてラストに、〇〇や三角三角のアイデアはどこが似てますか、どこが違いますか。だから2つのアイデアが出たときに、そのぶつけ合ってみたときに、似ている点と異なっている点でどこで差別化を生むかっていうときなんかには、こういった質問を投げかけるっていうのが重要になってくるというところですね。以上が明確化、初期設定、仮定、証拠、起源、影響、結果、それから視点の質問というところのお話でございました。そしてソクラテス式問答の事例ということなんですけど、こんな感じなんですよね。例えば自分をダメだと思っている人の問いかけ方なんですけど、まあ、これは A、B ってその2人っていうよりは自分に対して取りかけていると思ってもらえたら OK です。例えば、僕は毎日失敗ばかりしてるんです。ほう、それは落ち込んだような感情でしょうか。そうです。ダメというのは何もかもうまくいかないということ。何もかもです。ほう、例えばあなたの子供についてはどうですか。子供の世話もしなかったんでしょうか。いえ、子供を寝かしつけたり水泳の練習には付き合いました。それは子供にとって重要なことではないですか。それはそうですね。奥さんはどうですか。今週何か喜んでくれたことは。仕事からの帰宅が時間通りだったことを喜んでくれました。奥さんが喜んでくれたことは何もかもダメですか。そうではないと思います。ということは、
あなたが何もかもダメというのは正しい表現かね？そう言われると違いますね。だからいろんな視点の質問をぶつけることによって自分はダメだダメだって思い込んでたけど実際はそうじゃなかったと、ちゃんと家族のことを考えていろいろと行動をとっていたいいパパあるいはいい旦那さんっていうのが像として浮かんできたっていう、そういった事例ですね。で、大切なことは一体何かっていうと、聞き手は自分の意見を交えずに質問に徹すること。仮に今だったら自問自答の形式でやったんですけど、あなたが大切な家族とか友人とか仕事の仲間とかに対してソクラテス式問答っていうのを投げかけてあげるときなんかっていうのは質問に徹することです。で、ここで例えば B さんっていうのがまた別の人 で子供の世話もしてるし奥さんも喜んでんじゃんっていうふうに言ってしまうと、ツッコミを入れてしまった時点で話し手に関してはムッとするんですよね。いや、そんなこと言われてもみたいに。だからソクラテス式問答っていうのは自然と自分自身で気づいていくものになるんですね。ああやって例えばこの場合だったらどうですか、それって本当なんですかって、なんでダメって思うんですかっていうふうにいろいろと聞いていくことで、自分であ、もしかしたらこれはダメじゃないのかもしれないというふうに自分自身で自然と気づいていくっていうことが大事になってきます。そのために必要な質問っていうのは投げかけているものなんですね。で、自分で気づくから、あ、なるほどな、そうだ、そういえばそうだっていうふうに受け入れやすくもあるというところですよ。だから7つのパターンを使いこなすっていうのはなかなか最初からやるのは難しいと思いますんで、自分にとって特にどの質問が刺さるのかっていうのを7つの質問の中からさらに2つ3つくらい洗い出して使ってみるっていうのがいいかと思います。その上で何か悩んでしまったりとか問題を抱えてしまったりとかいう時なんかっていうのは、ソクラテス式問答っていうのをぜひ自分自身に投げかけてみていただけたらというふうに思います。そしてこれは部下育成とか子供を育てるっていう部分でも十分に役立つ質問項目になっていますから、そういう意味でもぜひ自分にもそして人にも役に立ててもらえたらというふうに思います。ということで本日の動画はソクラテス式問答でございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。